まあ、自分でも監督からは、シュートを狙っていけっていうふうに、ユミニングから言われてたんで、まあ、その意識というのは、最後のゴールというふうに生まれたと思います。新たな指導者のことで、新たな参加するとまあ、この高いレベルの方たちも、自分の成長の助けになるというふうに、まあ、学ぶ機会というのは力が一気に一気に大きかったので、まあ、何この勝利というのは自分にとっても大きいですし、チームにとっても大きいので、まあ、それが一番嬉しいと思います。まあ、奪った後に縦で狙っていくというのも要求されています。特に後半は、うまくそういう形でやってたと思うので、前半はあまり、縦に入った時にスピードアップできなかったら、まだ外からのところで、まあ、そこはまだ後半戦、まあ、みんな1試合目なので、そこから成長できると思います。まあ、それができたら、また行くと思います。まあ、中心はボランチだと思うので、まあ、しっかりプレッシャーです。